はい、今ですね、静岡県伊豆の鯉の金山にいます。金山の中に入ってるんですけどね、今坑道を入ってるところです。まあ、江戸時代、ね、金山堀有名だったんですけどね、この金山堀ってなんですけどね、一人からね、江戸幕府の命令によってね、金山奉行となったんですけどね、そこに今入ってるところです。結構ね、天井低いから背が高い人は頭当たりますね。多分175ぐらいですけどね、175ぐらいだったから、だから190がある人は本当に前かがみに行かないと厳しいかなって感じはしますけどね、うん、結構広いですね。ひんやりしてる、涼しい。まあ、こんな感じで、中の様子ね、どんな感じで金を掘ったかっていうのが説明になるので、子供たちのいいね、教育の場になるかなって感じはしますけどね。説明もね、結構出てるんで、いいですね。火を焚けば